展示。糸のこぎり刑事。検事、三つるぎ検事。みんな倒れてる。同日午後4時45分、西方民国大統領専用機。逃げられたのか。私は気絶していたのか。三つるぎ検事、無事でよかったっす。三つるぎさん、大丈夫ですか。三雲くん、君こそ大丈夫かね。私もさっき目が覚めたところです。頭がちょっとズキズキしますけど問題ありません。糸のこぎり刑事、殺し屋は速水さんが飛行機から駆け出してきて、殺し屋が逃げたと教えてくれたっすけど間に合わなかったっす。あのボディーガードに聞いたっすけど、あそこにあった緊急脱出用のゴムボートが盗まれていたっす。やつは湖の向こう側に逃げたみたいっすね。公園の封鎖は？警官をこの飛行機の周りに集めているところだったっす。今向こう岸には警官はいないっすよ。くっ、まんまと出し抜かれたということか。面目ねっす。ケンジさん、それはチェスを打ってんのか。内藤真之助、君も命拾いをしたようだ。ああ、最悪だぜ、あの野郎。そういえば、倒れていた検事の近くに、これが置かれていたっすよ。ああ、このカードね。これは、サザエモンのマークのカード。やつのメッセージっすかね。カードを捜査手帳に記録したカード。殺し屋が逃げるときに残していったサザエのマークが書かれている。やつはいつも被害者の死体の近くにこのカードを置くのだ。でも三剣賢治は死んでないっすよ。殺したも同然ということかもしれんな。そういえば奴は最後に気になることを言っていたな。しかし私にはもう真実が見えました。あとは三剣様にお任せいたします。真実が見えた？どういうことだ？はい、もう安全です。ん、どうしたのだ。今から大統領がいらっしゃる。大統領が？でか、筋肉がすごいのよ。この男が西方民国大統領王帝君。君が？はじめまして、検事の三剣玲治と言います。私が王だ。君の活躍は聞いている。我が国の危機を救ってくれたとか、ヤタガラス事件のことか。いえ、私はただ国内で起きた殺人事件を解決したにすぎません。謙虚なことだ。先ほどの捜査も見せてもらった。素晴らしい手際だったな。殺し屋はに逃してしまったが、
ありがとうございます。やはり監視カメラで見ていたか。しかし残念だがここまでだ。どういうことでしょうか。聞け愚かなる賢治よ。どうしたのいきなり。すでに通達はなされている。ナイトを通じて。この事件は栄光ある我が西方民国の警察が引き継ぐと。天に帰る時が来たのか。これは殺し屋は去ったというのに捜査権を奪おうというのか。あんた何なんすかその態度は。殺し屋も三剣賢治のおかげで。やめろ刑事。大統領、私は納得できません。なぜあなたの国の警察が引き継ぐ必要があるのでしょう。なぜかだと。控えよ賠償なる検事よ。水戸黄門なの。説明の必要などあろうか。いな必要などない。今まで集めた証拠品を渡してこの飛行機から出て行ってもらおう。ケンジさんよ、おとなしく従った方がいいぜ。くもはや抗うことはできないか。証拠品をすべて内藤に手渡した。取られちゃった。なぜだ、なぜここまでして事件を捜査させまいとする。それではお引き取り願おう。内藤、その容疑者をしっかり拘束しておけ。は、王様。我が命を狙い我が部下を殺した。その悪、その罪。うちは誰も殺してなんかいまへん。犯人じゃないと思うんだけどね。だってその口を閉じな、お嬢さん。私はあえて問う。欺瞞に彩られたこの世界に我々はその罪に寛容を示すべきなのか。いな、断じていな。決して許すことはできないのだ。なぜならば間違いない。大統領は何かを隠そうとしている。なんか喋ってるっぽいけど。今ここで引き下がってしまえば真実は二度と戻ってこない。口パクパク気になる。三剣賢治、三剣さん、どうしようもないんですか。思い出すのだ。私は今まで幾度となく法廷で窮地に立たされてきた。証人の嘘、弁護士の反証、それらを打ち砕く証拠品がいつもあるとは限らなかった。それでも私は彼らから真実を引きずり出してきたではないか。そう、自分自身の言葉だけを武器に。ん、ロジックチェスか。さて、早速選曲の分析といこう。ハーハーしてる。すぐさまここから立ち去れ。大統領自らの命令であるぞ。
話を聞こうともしない。強引に反論を封じるつもりだな。向こうが強くなった後の間は様子を見なければ。相手は一国の大統領、簡単に弱みを見せるとは思えん。威圧的な言葉だとしても惑わされない必要がある。仕草をよく観察し、相手の感情を読み取るのだ。まずは、そうだな、捜査権を奪う理由を問うとするか。さあ、始めよう。会心の一手を打ち込むのだ。ロジックチェス、開始。捜査は誰が引き継ぐのだか、理由を説明したまえ。捜査は誰が引き継ぐのか。改めて確認させていただきたい。いな、まだ発言を許した覚えはない。いや、はっきり言わせてもらおう。まだ様子を見ます。私は西方民国大統領である。口答えは許さん。口答えではありません。簡単な確認です。捜査権はそちらの国の警察に引き継がれるのですね。その通り。回答は以上。余計な発言は控えよう。私が控えると思うか。まだ様子を見ます。ふん、それでいいのだ。この機内は我が国の領土と同じ。貴様らに自由はない。この機内？この場所に何か意味があるのだろうか。手がかりとして記憶しておこう。理由を説明したまえ。捜査権の剥奪について理由を説明していただこう。愚民よ、口を慎みたまえ。理由など存在しない。説明はそれだけで十分のはずだ。ふむ、あの手がかりが役立つかもしれんな。この場所が関係しているのでは？これまでの話から推測すると、そちらの強引な態度はこの場所に何か関係があるのでは？うん、小賢しい。あなたは先ほど言われていた、ここは我が国と同じと、その言葉から導かれる答え、すなわちそれは、この機内には違い法権が適用される。違いますか？いい加減にするのだ。その不愉快な口を閉じたまえ。随分焦っているようだが。発言は強気ですが、見逃すことはできません。違い方言と聞いた瞬間、表情に焦りの色が浮かんだことを。その無謀な勇気に免じて答えてやろう。そうだ、違い方言だ。この機内にはそれが適用される。しかし、だからどうしたというのか。貴様たちになすすべはない。手も足も出ないはずだ。なるほど、やはり違い方言か。これは厄介だな。ふむ、彼らの主張する違い方言、その正当性に切り込んでみよう。回復した。次の一手が勝敗を決めるだろう。相手が大統領といえど隙はある。道は開けるはずだ。本当に適用されるのか。強引に進め。次では
あなたたちの取った行動、さすがに強引すぎではないか。誰が意見など求めた。貴様らはただ従えばいい。私が従うと思うか、まだ様子を見ます。強引という表現は間違いだ。統率でありリーダーシップである。そのリーダーシップの結果が早見さんの逮捕だというのか。そう、その女が犯人だ。異論を挟む余地はない。様子を見ます。機外から銃撃があったのだ。犯行はその女しかありえん。そうか、早見さんは機外から銃撃したことになっているのか。これは非常に大きな手がかりになりそうだ。本当に適用されるのか。あなた方が主張する治外法権は本当に適用されるのだろうか。自分が何を言っているのか理解しているのかね。もちろんだとも、言葉の通りだ。私の発言に疑いを持つとは、恥を知るがいい。まだ様子を見ます。救いがたい愚かさだ。あまり私を困らせないでくれ。心配無用だ。私が救われる必要はない。救いたいのは無実の罪を着せられた早見さんだ。意気込みは結構、しかしその思いは決してかなわぬ。治外法権は揺るぎようもない。この機内は西方民国の領土なのだ。ふむ、あの手がかりの出番だな。事件は機内じゃないよね、機外だよね。銃撃は機外からでは。この機内の治外法権、確かに疑いようもないだろう。しかし銃撃があったとされるのは機外からという主張だった。そう、機内でないのなら治外法権は適用されない。そちらの主張は崩れる。早見さんの逮捕は不当だ。うーん、なんたる不覚。検事ごときにやられるとは。私は大統領であるぞ。ふっ、チェックメイトだ。ロジックチェス成功。大統領、捜査の続行を許可していただけますね。く、私はあえて認めるとしよう。大いなる寛容の心を持って、寛大なる慈悲の心を持って。そう、なぜならば、なのである。それゆえに我々はせねばならないのだ。この崇高な目的こそ。諸君、今こそ私は西方民国大統領として捜査を。なんだかやたらと言い訳の多い人ですね。内藤、大統領の許可が出た。証拠品を返してもらえるだろうか。チェ、ほらよ。内藤から証拠品を取り戻した。よかったね。やりましたね、三剣さん。うむ、これで捜査が続行できるな。へえ、お笑いだな。ただ手駒が戻っただけで喜んでるとはよ。あんたのお手並みを拝見させてもらうぜ。
ふ、よく見ておくがいい。私の打ち筋を、な。大統領、もう一つお願いしてもよいだろうか。む。事件の時のことを証言していただきたい。証言だと？おいおい、待てよ。それがあんたの次の手かい？そういうことは、正式な手続きを踏んで法廷で行うんだな。もちろん法廷でも、改めて話を聞くことになるだろう。しかし、この場で事件の捜査に協力していただけないのならば、その理由を明確にしていただかなければならないな。それは何かまずいことでもあるのかな。内藤、下がれ。検事殿の申し入れを受けよう。ご協力感謝します。私の話を聞くがよい。王の証言。事件が起こった時、私はどこにいたか。そう、ステージだ。すると突然私の前にトジロと内藤が立ちはだかった。その直後に銃声が聞こえ、丸い真っ赤なバルーンが割れたのだよ。そう、二人は私を飛行機に誘導しようとしたのだ。そこで2発目の銃声、弾丸がトジラの体を貫通し、私の防弾チョッキに当たった。この場合、大統領さんも被害者ってことになるんでしょうか。暗殺未遂だからな。トジロさんは巻き込まれたに過ぎない。でもおかしいですよ。被害者がどうして捜査妨害を。もちろん公になっては困ることがあるからだ。なるほど、この事件にはまだ裏があるってことっすね。大統領はもちろん、内藤もおそらくその裏を知っている。必ずやそれを引き出してみせよう。追及開始。王の証言。事件が起こった時、私はどこに行ったか。そう、ステージだ。揺さぶります。事件とは一体どんなものだったろうか。おめでたい男よ。そんな質問で動じると思うてか。思うてか。無論私が卑劣な銃口に狙われた事件だ。パワー。その時私はステージ上で演説をしていた。すると突然私の前にトジロと内藤が立ちはだかった。揺さぶります。被害者たちが立ちはだかった時、あなたは狙撃に気づいていたのか。あの時私が何をしていたか。そう、演説だ。演説中はボーガの境地であった。すなわち無、すなわち悟り。要は緊張して真っ白になってたんですね。いな、演説中の出来事、忘れることはないであろう。我が前にトジロと内藤が立ちはだかり、私は驚いた。その直後に銃声が聞こえ、丸い真っ赤なバルーンが割れたのだよ。揺さぶります。真っ赤なバルーンとは。私を試すか、検事よ。そんなつもりはない。あなたの記憶を確かめたいだけだ。ふん、バルーンならばステージ両脇に配されていた。
曇り空に赤く膨らむその姿、警備計画書の通りだったわ。計画書というと、ああ、バッグから出てきた。トジロラが立ちはだかったのは、バルーンが割れるより前のこと。そう、二人は私を飛行機に誘導しようとしたのだ。揺さぶります。誘導しようとした？実際はどうだったのだろうか。そう、しようとしたのだ。トジロと内藤はアタッシュケースを下げ、三雲くんが写真を撮ったのはこの瞬間か。私をこの飛行機へと。そこで2発目の銃声、揺さぶります。その2発目はどうなったのか。哀れなり賢治、そうまでせねば務まらぬとは。む、どういう意味ですか。知れ切ったことをくどくどと、程度が知れるわ。2発目の弾丸の行方は貴様も知る通りだ。弾丸がどちらの体を貫通し、私の防弾チョッキに当たった。揺さぶります。弾丸が当たった時、被害者の様子はどうだったか。おお、あれぞ男の中の男よ。トジロは弾丸の衝撃にうめく私をかかるようにし、急ぎ飛行機の中へ駆け入った。被害者と一緒に機内へ入ったということか。私は守られ、トジロは守る、これぞ役割というものだ。かっこよく言ってるっすけど、要は一番に逃げたってことっすよね。大統領だからな、そんなものだろう。おかしなところありませんね。この人も被害者っすからね、嘘をつく意味がないっすよ。入れ替わり立ち替わりが気になる。これはもう本当のことを言ってるとしか。いや、明らかにおかしな点が一つだけある。現場の状況を思い出してみてくれ。そんなの、資料見せてください。私も一度見直しておこうか。じゃあ突きつけよう。その直後に銃声が聞こえ、丸い真っ赤なバルーンが割れたのだよ。ここで突きつけます。トノサマンバルーン、真っ赤なバルーン、これ突きつけます。割れたのは真っ赤なバルーンだった。そんなはずはないのだ。何？この証拠品を見てもらおう。割れているのは何だろうか。うおー、これはなんだね。知らないってか。ふっ、大江戸戦士殿様だ。覚えておいた方がいいだろうな。この国の国民の支持を得ようと思うならば。そうなの。ライバル番組の忍者なんじゃもぜひ。弾丸によって割れたバルーンは殿様のバルーンだった。ただの真っ赤なバルーンではなかったのだ。しかし予定では2つの赤いバルーンだったはず。この警備計画書にもそう書かれている。確かに丸いバルーンしか書かれていませんね。
内藤、どういうことだ。説明せよ。は、王様。あのトノサマンバルーンは間に合わせの借り物だったのです。借り物？そう報告を受けている。大統領までは報告を上げていなかったのだがね。昨日の夜の設営中に小さなトラブルがあった。用意していたバルーンが一つ割れちまったのさ。それで急いで代わりのものを用意したんですか？その通りだよ。たまたまこの公園で屋台を出してる男がいてな。そいつが殿様のバルーンを貸してくれると言い出した。その男は誰？やたらと調子のいい男だったそうだ。やっぱりやはりかな。屋台、殿様のバルーン、調子のいい男か。赤い袴の部分に空気を入れて即席のバルーンにしたのさ。殿様のバルーンは赤い普通のバルーンのように見えた。ひっくり返して使ってたのか。そういうことだろうか。内藤、私は報告を受けていないぞ。は、申し訳ございません。報告するまでもないことかと。見ても気づかなかったのだろうか。ああ、気づかなかったのだろうな。殿様の袴を無地のバルーンと見間違えるだろうか。何か見間違える理由があったのでは。おお。どうしたのだ。待て、今思い出したのだが、私にはバルーンはよく見えなかったのだ。どういうこと？よく見えなかった？その通り。あの時は風が強かった。ステージの旗が大きくはためいて、私の視界を隠していたんだ。旗だと？